結構仕事なんかはみんな親が指導者みたいなもんだから、品物の見方とか切り方とかいうのは、こうやれよで、聞きながら最初はやっぱりうまいこといきませんわね、こんな切り身にするんでも。でもやっぱり仕事やから習うより慣れて、覚えていって。優しい親ではなかったけど、厳しかったです、やっぱり仕事はね。だから、それで覚えてるけども。そういう親御さんの背中を見ながら。背中というより、やっとけよ、いうような感じで、みんなそんな。手取り足取り教えてくれるわけじゃなく、いやー、そんな丁寧なことはないね。何でもやって、失敗もやって、で、当然包丁出ていったり、そんなんしながら 仕事覚えていくから。で、手切ったらボーッとしとうから、怒られて 飛んできてくれて、絆創膏なんて貼ってもらったこともない ボーッとしとう、反対に怒られる。